皆さん、こんにちは。みねこです。えー、今回はですね、えー、っと、今、撮影している日にちが、えー、5月の23日なんですねで。5月23日に何があるかというと、えー、っと、その日はですね、ラブライブの参り券第3弾の発売日です。えー、なので、えー、っと、自分はその第3弾の参り券に並んできました。えー、並んだ場所は、えー、っと、ムービックス宇都宮、 並んだ時間帯は8時から6時までで、まあ、6時への販売開始だったんでねえなので計10時間並びました結構きつかったですねあの、まあ、楽しかったっちゃ楽しかったんですけどえっと第一位の感想は寒かったですねあの今日の夜中とか昨日の夜とか結構気温が下がって1何度とかに下がったんですねえなので結構寒かったですね うん、なのでちょっと上着しててもすごい寒かったりしましたブランケットとか毛布とか持ってる人が結構いっぱいいましたねそれほどやっぱり寒かったですねはいまあでも何度か獲得してきましたのでその紹介をしたいと思いますよいしょ、えー、今回はですねあのー、ユニットシングルなんですね得点がなのでユニットシングルは えっと、3種類なんですね。なので3種類全部買ってきました。えー、プランタンと、ビビーと、リリーホワイトです。えー、この3種類を買ってきました。えっとですね、えっと、もう、聞いたですね。聞きました。まあ、この風にね、開いてますね、全部。こういうに自分の CD のね、ケースに入れたりしてます。で、 あの聞いた感想だとえっと一言で言うとえっとそれぞれのユニットの個性を生かしてるしえっと曲だなと思いました例えば「プランタン」なら「かわいい系」「ビビ」なら「かっこいい系」「リリー・ホワイト」なら「昭和チック」な歌ですよね、えー、なのでえっと曲調も可愛い「かわいい曲調の歌」でした、えっと「かっこいい曲調の曲」でしたえー、っと チこんな風になってますね, <laughs> ねなのであの自分たちの個性を生かした、えっと、曲になってるなと思いました、うん、あの歌詞もねすごい相変わらず本当に良くてあの聴いてても楽しい曲ですねそれぞれのねやっぱり個性が出てて歌詞も曲調もそれぞれ違うんですねやっぱりなのでそれぞれ聴いてて面白かったですねすべてがすべて違くて あの、すごいオリジナリティがあって、すごい良かったですね。はい。まあこんな感じですね。曲については。えー、じゃあ、なので、ちょっと、1枚だけね、開けていきたいと思います。じゃあ、まあリリー・ホワイト開けちゃいましょうか。開けていきたいと思います。まあ注目するポイントは、中の、まあ前より剣だったり、どんな風になってるか、構造ですね。はい,いしょ。まずはですね、帯からいきたいと思います。えー、帯の中身は、 リリホアののイメージカラーの緑になっておりますでここにはえっと、題名とかが書いてありますここの題名これの題名は「乙女ハートラブ宮殿」と書いてありますねこれ最初見た時何て読んだろうって言ってまあ普通に読むよなっつって,言って乙女姫乙女,ハ乙女の心で恋宮殿みたいなそんな感じかなと思ったんですけど当て字でしたね 当て字だったんで、ほこれは面白いと思,思いましたね。はい、えー、じゃあ中身見ていきたいと思います。えっと、ちょっとやばいな、反射。えっとですね、あのー、一番最初に、えっと、注目したところは、ここの自由の女神と、うみちゃんがリンクしてる件ですね。あのー、自由の女神、えっと、右手上げてるじゃないですか。うみちゃんも右手上げてるんですよ。 面白いですよね、このシンクロ。海ちゃん乗ってますね、みたいな。すごい可愛かったですね、見たとき。はい。まあ、後ろはね、あの、ちょ、ちょっと、やばいんですけど、まあ、こんな風に反射がやばいんで、ちょっと後ろはちょっとあんま見せられませんね。はい。まあ、開けていきたいと思います。よいしょ。はい。えーっと、まずこの歌詞カードからいこうかな。歌詞カードの中には、 ややややばばばばいやばいやばいい何が起こったシュカードの中にはこのようにマユリンがついております、えー、このマユリンはですね、えー、このジャケットと同じ絵柄です、えー、なのでプランターもビビも、えー、っとこのジャケットの、えー、絵柄のマユリンが入ってると思いますこんな感じですねよいしょこの中は 乙女ハードラブ宮殿の歌詞カードが書いてありますこんな風にシンプルですねえ今回は収録、えっと、されてる曲がえ1曲なんですねえっとこ,この乙女ハードラブ宮殿の歌ってる曲とあとその乙女ハードラブ宮殿の、えっと、カラオケバージョンが1曲ずつ入って読みますえなので歌詞カードは、えっと、1曲分の歌詞だけですねこんな感じですねはい まあ、シンプルな内蔵となっております。っますよいしょで、えっと、こっちがラブライブの、えっと、ラブライブでね、これがディスク本体ですね、まあの。反射がやばいんで、あんま立てたりとかできないんですけど、まあ、ラブライブと書いてあって、乙女ハートラブ宮殿と、ここに書いてあって、ここにリリー・ホワイトと書いてあります。 赤のストライプとかね、ちゃんと入ってて、すごい可愛らしいあのデザインになってますね。はい。まあ、こんな感じですよね、中身は。すいません、今ちょっと鼻声なんですよ。ちょっと風邪気味で。はい。えー、こんな感じになっております。まあリリーと、えね、ー、リリーじゃねえやプランターとビビ、ビビは、まあ中身も同じような感じですね。うん。なので、変わってるところは多分、中身と、 中身ですねはい中身ですねあの絵柄とかだけだと思います違うのははいで次はですねあの買う時にもらったチラシをちょっと紹介したいと思いますこちらですええー、自分は K ですね1枚2枚3枚4枚5枚6枚7枚8枚 計8枚もらってきましたえっと1人の1人で取る枚数の制限っていうのをされてなかったのでまあ多く取っとこうかなと思ってガバッと取ったら8枚ぐらい取ってしまいましたまあこれは、まあ、欲しいという友達がいたらあげたいと思いますはいで中身はですねまあえっとなんだえっとえっと表はキービジュで中身が「これまでのラブライブ」 スクールアイドルプロジェクトは、スクールアイドルとは、イントロダクションみたいに書いてあります。これ、ワンシーンワンシーンがちょっと書いてあって、すごいいいですよね。はい。で、裏はですね、メンバーの紹介ですね。ミューズメモリーズ。じゃあ、じゃメモリーズじゃねえ。えー、ミューズメンバーって書いてありますね。はい。こんな感じになっております。チラシの中身は。えー、で、それでは、それでですね、あのー、 やばい、猫乗ってきたまた猫乱入ですよ。すいません猫、猫に乱入してしまいました。じゃあ、まあ続きますよ。寝たえ、寝た、寝たえ、ちょっと寝ましたよ。ちょっと見てみます寝た姿。あの、こんな姿になっております。ほら。こんな感じですね。<laughs> 寝たえ、しょっちゅうこのテーブルで寝るんですよ。机か。 机で結構寝るんですよ。まあ、ここでじっとしててね。はいえっ、ー、と、えーえー、なんだっけあー、そうだすえー、っと、あのー、ムビックス宇都宮は今回の CD ですね、1種類につき、えー、っと、計800枚あるということです。なので、3種類合わせて、えー、全部で2400枚、えー、っと、在庫があるみたいなんですよ。えー、なので、あのー、 すごい在庫が多いということで、多分今行っても売り切れてないと思いますね。多分あると思います。午前中は、えー、買えると思います。えっ、ー、と、午後はあるかどうかちょっと難しいんですけど、今行ったら多分買えると思いますね、絶対に。はい、えっ、ー、と、なのでまだ買ってない方は、えっ、ー、と、行ってみてください。はい、えっ、ー、とですね、まとめに入りたいと思います。えー、今回は、えっ、ー、と、お参り券で、えー、並びました。 で次並ぶ日はいつだろうと思って考えてみたところあのー、結構近いですね次並ぶ日は次並ぶ日は結構近いですね、えー、何に並ぶかというと、えー、ラブライブの映画のグッズの販売ですねでそれに多分並ぶんじゃないかなみんなグッズの量も多いし、えー、グッズのえっ、ー、と、種類にもすごい当たりなので みんな多分並ぶと思いますね結構自分も計算したら1万軽々超えちゃったので、うん、多分並ぶと思いますねやっぱぜ欲しいんですよ自分が欲しいやつなのでちょっと並んで獲得したいと思いますそこら辺はえっと Twitter とかで情報を確認しながらみんな並ぶかどうかを検討して自分も並ぶかどうか、えー、考えたいと思いますはいまあ、こんな感じですね あと,なんだあそうだあと今回、前リり券並んでる時自分ツイートをしたりしたんですね。あの今何人ですよみたいなそういう状況報告をしたんですけど、まあ、そこでリツイートや、えっと、お気に入り登録をしてくださった皆さん本当にありがとうございました。あと、えー、自分のリリツイートを見てくださった皆さんもありがとうございました。まあ、今回ね、皆さんの参考になればいいなみたいに なればいいなと思い、えー、まあ、状況報告をしたんですけど。まあ、参考になれたら幸いです。はい、えー、まあ、今回は、まあ、こんな感じでした。はい、まあ、すみません、猫も来てしまったんですけど。<laughs> やばい、手が出てきた。今、こんな状況ですよ。すごいリラックスしてます <laughs>。はい、まあ、えっと、まあ、アクシデントもあったんですけど。まあ、今回はこんな感じで終わりにしたいと思います。 はい。えー、何かコメントやリクエスト、質問がありましたら、えー、コメント欄やツイッターまでにお願いします。えー、あと、えー、チャンネル登録などもよろしくお願いします。はい。えー、まあ今回はこんな感じでした。はい。えー、それではご視聴してくださった皆さん、本当にありがとうございました。さよなら。